はーい、みなさん、こんにちは、マーティン、ダーのミャクーボーイ、キングです。今日の東京都なんですが、減ってはいるが、一桁しか減らないです。とても残念に思います。もう緊急事態宣言は延長すべきだと思います。東京オリンピックも中止すべきだと考えられます。何度も言ってます。今まさにオーバーシュートの局面で、クラスタード効果、感染経路不明者が多すぎるはい。もうがっかりだよ、見てて。うん、何様のつもりですか やはりワクチン受けた人でも感染者が出る可能性もあるかもしれません。考えられます。そこで新型コロナ史支ンプロジェクトとして、福山雅彩さんで聖域聞いてください。あれは、ま、ト清タ成長の、えー、黒川の手帳の曲でございます。お高いもの、お安いもの、上品なもの、下品なもの、いろいろ売ってます。でも買えるものと決して買えないものあります。 正直だねって言われるんです。よく綺麗って言われるんです。自分じゃ全然思ってませんが。あらやらこれ闇ですか。<laughs> 若さっていつまで売れるの綺麗っていくらで 買ってくれるのだけどね、あなたね、勘違いしないで私を支配するのは私です。本当の私の価値には誰にも値段はつけられない。<laughs> <laughs> お金のことは何一つ考えなくていいように死ぬほど欲しいのそれでお金からいつか自由になれるのならちょっと荒れた育ち方が逆に色っぽいて それ、褒めてるの。どれだけ生きられるかわからないけど。でも、どう生きたいのかはわかるから。幸せ、不幸せ。高さ、貧しさ。決めるのは私だから。触るな。

触るな。心に。トゥトゥ何度も言いますが、外出は絶対しないでください。県をまたぐ移動もやめください。ガイドインタビューもやめください。もう二度と東京、日本には来ないでください。Stay home! バイバイ